明日石川県で令和のデモがあるのがとても嬉しいんですけど、石川県は馳知事含めて他にも議員で4人裏金議員がいるんです。それで明日ぜひ裏金議員を逮捕だと言ってください。ありがとうございます。本当にいいご身分ですよね。ね、こんな何ですか、数千万円とかのお金を猫ばばしても捕まらないし、議員も辞めなくていい、そんな職業、なんか載ってましたか、新聞とかに、求人欄に載ってませんよね。はあ、すごい仕事もあったもんだってことなんですけども、いい加減にしろってことですよね。それだけのこと、なんかイメージとして政治ってどうせ悪いことやってるんでしょっていうことじゃないですか。で、それイメージね。で、一方で、そういう政治だけれども、本当にここ一番という時には頑張ってくれるだったら、まだ、まだね、許すわけじゃないけれども、まだちょっとは、おいよ、頑張ってるじゃないかって言いたいじゃないですか、こっちも。でも、汚いとこもあるけど、頑張ってるとこもあるよねって言いたいんですよ、本当は。汚い上に頑張ってないってどういうことなんだよっていう。退場退場っていう、もう逮捕逮捕みたいな、当たり前の話ですね、これ。はい。すいません、明日も言わせていただきます。明日石川県で令和のデモがあるのがとても嬉しいんですけど、石川県は馳知事含めて他にも議員で4人裏金議員がいるんです。それで明日ぜひ裏金議員を逮捕だと言ってください。ありがとうございます。本当にいいご身分ですよね。ね、こんな何ですか、数千万円とかのお金を猫ばばしても捕まらないし、議員も辞めなくていい、そんな職業、なんか載ってましたか、新聞とかに、求人欄に載ってませんよね。はあ、すごい仕事もあったもんだってことなんですけども、いい加減にしろってことですよね。それだけのこと、なんかイメージとして政治ってどうせ悪いことやってるんでしょっていうことじゃないですか。で、それイメージね。で、一方で、そういう政治だけれども、本当にここ一番という時には頑張ってくれるだったら、まだ、まだね、許すわけじゃないけれども、まだちょっとは、おいよ、頑張ってるじゃないかって言いたいじゃないですか、こっちも。でも、汚いとこもあるけど、頑張ってるとこもあるよねって言いたいんですよ、本当は。汚い上に頑張ってないってどういうことなんだよっていう。退場退場っていう、もう逮捕逮捕みたいな、当たり前の話ですね、これ。はい。すいません、明日も言わせていただきます。